おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。今回は、前の PS オワコンムーブで語りきれていない部分を語っていきたいと思います。正直、PS のオワコンをテーマに続けてまとめるのは気が引けるが、この前の動画はコメントを本当に多くいただいたのぜ。それだけ多くのユーザーが思うところがあるということね。前回の動画は概要欄にリンクを貼っておくので、よろしくなんだぜ。そして今回は転売対策や日本市場が軽視されてしまっていることについて、しっかり確認していくのぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずここまで現在 PS がオワコンと言われるのは、最新ハードの PS5 が十分にユーザーに届いていないからだ。それが一番の要因よね。発売から1年経っても、ゲーミング PC よりも価格を抑えてゲームを良い環境でプレイできるようハードなことは間違いない。今でも欲しいと思っております。需要に対して、供給が足りないとあの存在が幅を利かすことになるな。転売やーね。もちろん PS5 はゲーム規制されている中国に流れたり高性能であるが故に部品としても需要があるなど、他の商品の転売とは事情が違うところもあるがな。それでも冷静に考えると、発売当初は Xbox に対抗するのに発売を早めて少ない台数になってしまったのはともかく、発売された時期には感染症の影響もあったし、何より世界的な半導体不足や転売ヤーがはびこっている状況は分かっていたでしょ。その通りだ。世界的な情勢を一企業が何とかできるわけではないが、状況を見極めてベストな動きができなかったと。ユーザーにそう取られてしまったのは、マーケティングとして大きなミスとなるな。PS3 の時といい、なんで学習できないの？霊夢が何度も言っている、物売るってレベルじゃねえぞ、の起源となるな。当時は高いと言われながらも高性能ハードで、ヘビーユーザーには注目されていたのに。部品の量産が間に合わなくて、台数を揃えられなかったのよね。欲しい人が販売店に駆け込むも台数が限られているから、争奪戦となってしまったな。そこであるユーザーが耐えかねて言ったのが、物売るってレベルじゃねえぞ。になるわね。PS3 の時は、ブルーレイドライブを量産するのが難しかったのが原因となるな。さらにその後、任天堂から Wii が発売されて、そちらはスペックは PS3 に劣っていたけど、価格面でも求めやすく、何より革新的なコントローラーもあって、あっという間に派遣ハードになったわね。そう思うと、状況はかなり似ているな。擁護するとすれば、生産は苦慮しながらもなんとか供給できるように努力はしていると思うのぜ。少なくとも転売ヤー対策については擁護できないわよ。SIE も対策をしていないわけではないが、ユーザーから対策をしていないと思われれば、どうしようもないな。ソニーは転売ヤーにでも売れれば問題ないと思っているとか極論も出るぐらいね。そこだけはしっかり否定しないといけないな。ソニーや SIE は PS プラットフォームで利益を上げるために当たり前だが生産、販売をしている。PS5 を発売当初売れれば売れるほど赤字の逆座や状態でも発売していたのは、シェアを獲得したいからだ。転売ヤーに買い占められたら、シェアも減ったくれもないわね。いずれユーザーに流れるという考えもあるが、高い転売価格で買ってしまえば、ユーザーはソフトや周辺機器などに使うお金が少なくなってしまう。SIE にとっても転売ヤーが邪魔な存在であることは間違いないのね。そこははっきりさせておきたいところだな。そして現在も PS5 はとんでもない価格で転売され、気軽に購入できない状況が続いているのぜ。小売店も抽選販売や転売対策などで苦慮されているわね。小売店にとっては迷惑な話でもあるからな。本来普通にユーザーに販売ができれば、余計なコストをかける必要はなくなる。そういう側面でも見ていかないといけないのね。小売店だと家電量販店の野島が明確に転売目的での購入をお断りと言っているのぜ。そこに痺れる憧れるわね。PS5 での大きな対策は外箱に名前を書かせることだな。これのおかげで、転売価格を下げれて海外への輸出も抑えられるのね。本来ユーザーはもちろんのこと、野島だってしなくていいならしたくない対策ではあるがな。他にも野島は現場判断で、転売目的が疑われる客であれば販売をお断りするなどしているのぜ。完全に転売や撲滅計画の仲間になるわね。前にも言ったが、商売とはどんなものであれ、お客様に喜んでいただくことが目的となるのぜ。買い占めによる転売は誰も幸せにしてないことはこれからも言い続けないといけないわね。なので、今後このような対策が必要なくなるように SIE には供給に注力してほしいのぜ。
それでも日本軽視であれば、十分な数は供給してくれない可能性があるわね。コメントでもいただいていたが、PS は日本市場を捨てたというやつだな。これは、PS5 発売や Nintendo Switch の影響よりも前の歴史が大きな影響となっているな。Xbox の存在も影響していそうね。大いに影響してくる。何より日本市場では Xbox はマーケティングの失敗から市場規模が恐ろしく小さいものになっている。Xbox 360は持っていたけど、ソフト展開もいまいちだったわね。日本では、事実上 PS3 時代から高スペックゲームは PS 市場一択の状況となってしまったのぜ。これは以前にお伝えしたが、競争原理が働かずとても健全な状態ではない。そんな状態が10年以上続いてたのね。ソニー、SIE が成功していたのではなく、他がこけていたのでゲームプラットフォームを維持できていたとも言えるのぜ。そんな中で、Nintendo Switch の勢いが上がれば売り上げで30対0なんて惨敗が続くのも当然ね。Xbox を有するマイクロソフトも大手のゲーム企業を買収しており、今後の動きには注目する必要がある。いくらソニーが大企業でも、あのマイクロソフトと直接やり合えば絶対に勝てるわけないわね。正直、日本がアメリカに戦争を仕掛けるようなもので絶望しかないのぜ。なので、今後は協力体制を取りながら次世代でも生き残る戦略になると思うのぜ。アメリカ様の顔を伺いながら、動く日本となると今後覇権を取ることはなさそうね。ソニーがここまで成長してきたのは、独自の企画や斬新なアイディアがあったからだ。ソニーに普通の製品を作られても驚かないわね。PS4、PS5 は高性能ではあるが、革新性という部分では大したことがないしな。そして高性能ハードであるがゆえに、ソフト開発でもお金が非常にかかるようになってしまった。メーカーにとってはおいそれと失敗できない状況となってしまったわね。とはいえ、任天堂は予算の少ないインディーズゲームの支援をしている。インディーズゲームは可能性の塊だしね。そんな中で、PS は言い方は悪いがインディーズゲームを軽視し大型タイトルに注力する戦略をとっている。実際、サードパーティーは任天堂スイッチに軸足を向けているのぜ。ソフトがないと、ゲームハードなんて置物にしかならないことが分かっていないのかしら。ここで邪推してしまうと、ソニーはそもそもゲーム市場を潰しにかかっているのでは?と考えてしまうのぜ。さすがにそれは極論じゃないの。ソニーは映像事業や音楽事業で M&A を繰り返している。エンターテインメントとは、とどのつまり人の余剰時間の奪い合いだ。ゲームの敵はゲームだけではないということね。なので、ソニーがゲーム事業に注力しなくなっているとの、まだ邪推の域ではあるがな。本当にそうであれば、PS がオワコンに向かっていてもソニーは一切困らないのね。このあたりは今後の動きにも注目していきたいのぜ。今年の対策税が大して売れなかったら、PS は終わりだと思っているけどね。さすがにある程度は売れると思っているが、これは歴史の分水嶺だとは思うな。いかがだったでしょうか。今回は PS オワコンの続編として語ってみたのぜ。そもそもソニーにゲームは必要ないなんてことは昔からプレイステーションにお世話になった身には、寂しい気持ちになるわね。あくまで邪推でしかないが、そのように思われることがオワコンというやつなのかもしれないな。それでも厳しい目で見ながら応援していきたいと思います。オワコンにならないに越したことはないからな。このチャンネルでは有意義なゲームライフのための情報提供をしてまいりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。今後ともよろしくなんだぜ。